どうもみさティングでございます。ヒョウモントカゲモドキディアブロブランコの真っ白身体測定ね、6ヶ月目やっていきたいなと思います。はい、じゃあ降りてください。はい、頑張って、降りて降りて、えい、 51.3 ということでね、確実に少しですが大きくなっておりますね。見た感じどうですか？多分ね、細くはなってないですよね。尻尾の太さキープしながらなんか着実に大きくなってるなという感じがするんじゃないでしょうか。もう色は完全にディアブロじゃなくなってますけどね。見てくださいこれ。なんかね、あーでも動画で見ると割と真っ白ですね。私のね、もう目で肉眼で見てると全然白じゃなくなってます。全然白じゃなくなっておりますけどね。はい。じゃあちょっともうちょっと見やすいアングルで変えていきましょう。はい、ちょっとお待ちください。飛びまーす。はい、ということで横からのアングルにしました。最近思いますけど、このアングルもダメですね。後ろの壁との距離が遠いとピントが合いづらいなという問題があることに、気づいておりますよ。もう相変わらず眩しそうではございますけれどもね、はい、たまにピントがあったりちょっとずれたりしておりますが、この辺りで固定させていただけたらなと思います。はい、今週なんですけれどもですね、基本的にはもうやっぱヒョウモントカゲモドキ飼いやすいって言われてるだけあって安定はしてるんですよ。何もなんか変わることはないんですけど、毎週これ言ってる気がするんですが、餌のあげ方変えました。今まではねずっとね置き餌だったんですけど、やっぱりね私がこう餌あげようかなって動き出したりとか用意するとね、結構反応するようになったんで、ピンセットからの給餌がいけるんじゃないかなということでチャレンジしてます。ただね、やっぱ目見えてないんで、ストレートには食べてくれない。あ、残念ながらそれは無理でした。なので、最近私と真城の中で合図があってですね、口にもうわざと当てる、当てます。はい。で、当てても気づかない時あるんですけど、わざとねちょっとね口の横側面ぐらいにこうコンコンって当ててやるんですよ。そうするとね、びっくりしてガブッて噛みついてくるんですよね。ただそれがね、なんかびっくりして反射的に噛みつくっていうよりは、なんかね、それが多分ね餌だって分かってきてるみたい、なんかそういう揚げ方をちょっと、するようになってしばらくやってるとね、なんかもう慣れたみたいですね。それが餌のサインだってこの子なりに分かったみたいです。今はなんかびっくりして噛みついてるっていうよりは、餌と確信持って噛みついてきてるような感じがします。その証拠に手でやった時はね、そういう風な噛みついてきたりしないんですよ。横に持ってったりとか、口の近く持ってったりした時は、ガブってしてこないんで、見えが見えないなりにも、これ今餌のパターンだなっていうのはちょっと分かってきてくれてるような感じがします。だからといって不用意に、顔の前に指持ってかないですよ。やっぱ噛まれるとね、ヒョウモントカゲモドキも結構痛いですし、歯も鋭いので、結構大きい怪我になります。まあ実際ツイッターとか見てるとね、結構ごっつい怪我されてる方いますんで、油断大敵ではありますんでね、この子たちで。それはデュビアのすげえ硬い殻を、食いって、で、バキバキって言わそうかっていうぐらいの強靭な歯と顎をしてますからね。いくら人間の皮膚とはいえ、プツッと簡単にいかれちゃいますんで、注意が必要というふうに思ってますんでね。そこはちょっと気をつけてます。もうね、それぐらいですよ。他それ以外のことってほとんど気にしてない、何も。ディビアの大きさも変わらねえし、もう一定の変わらないペースで生きてくれてるなっていう感じですね。この撮影の時だけまじまじと全身を見ます。それ以外のタイミングがほとんどね、餌の時にちょっと出てきてますけど、やっぱまあ砂とのコントラストで体は白く見えてますし、おっとすげえ携帯乗ってごめんなさいね、コントラストで全然見えてますし、あんまりなんかね、色がちょっとね白じゃなくなったなって気はしないんですけどね。こうやってね、やっぱ白バックとか撮影してみるとすげえ色ついてるなって気がする。なんかディアブロっていうよりもパターンレスみたいな色してますよね。パターンレスじゃねえ、何だ、粒子みたいな色やなって感じはしますけどね、見てる感じでね。はい、まあまあそれもこの子の個性ということでいいんじゃないかなというふうに思います。もうすごいね、今日なんかもう出たい欲がすごいので早く終わらせてあげましょう。はい、という感じでですね、6ヶ月目も、変わらずなんかまあ地味にじわじわと大きくなってるというふうに捉えていただけたら幸いです。はい、まあ細くもなっておらず太くもなっておらずでいい感じなんじゃないですか。すごくいい体型をキープできてるんじゃないかなと思いますんでね、この感じでまあすくすくと、縦方向に大きくなってくれたらいいなと思ってます。あまり横方向ではなくね。はい、ということであまり変化はありませんでしたが、元気にしておりますということでございました。見てくださってありがとうございます。またね、よければ何か別の動画等でお会いできたらなと思います。あ、でもそろそろ床材をなんかあれですね、床材って言うとあれか、私の床材って床材ですよね。
床材っていうとちょっとなんか 得意派閥みたいですので、ね、床材、そろそろちょっとね一新したいなと思ってます。まあずっとあの汚いところやってちょっとこう綺麗にしてみたいな感じで使ってたんですけど、まあちょっと別のやつに変えてやってもいいのかなというふうには思いますね。はい、という感じでまたそれで新しいの使ったらそれも動画にしたいなと思います。ということで、またよければ別の動画等でお会いいたしましょう。全然今日はこっち向かなかったね。ということで、ありがとうございました。またね。最後くらいこっち向いたら？ダメか。